ヌルタイ・アブイカエビッチ・アブイカエフは、カザフスタン共和国の政治家、外交官。カザフスタン国家保安委員会議長、少々。アルマータ州出身、ウラル工科大学とアルマータ高等等学校を卒業。1970年代、アルマータ重機械製造工場の技師として働き、等の業務に就いた。 その後、カザフソビエト社会主義共和国の閣僚、会議議長補佐官、カザフスタン共産党中央委員会第一初期補佐を経て、大統領府長官、首相、安全保障会議議員を務めた。1995年から1996年、中英、アイルランド県中デンマークノルウェースウェーデン大使、外務第一時間。1996年9月、 大統領第一補佐官、その後国家保安委員会議長。2002年1月から2004年3月10日、大統領府長官。2004年3月10日から2007年1月11日、議会上院議長。2004年5月28日から11月、ユーロゼック議会館総会議長。2007年1月11日から2008年10月14日、 中路大使。2008年10月14日、外務第一時間。2010年8月23日、国家保安委員会議長に任命。2015年12月まで在任していた。最大、二男一女、三人の孫を有する。経済科学博士。カザフスタンの税、税、税勲章。パラサート勲章。ロシアの友好勲章。 名誉勲章、メダル六個受賞趣味は、バレーボール、ゴルフ、スキー、音楽。国家ゴルフ連盟総裁。カザフスタンアマチュアゴルフ第1回選手権銀賞。ヨーロピアン、チャレンジツアーシリーズのカザフスタンオープン、トーナメントの勝者。ありがとうございます。